さあ、ナトレーザーシュート2万8000、若林キャッチが3万という感じなんで。これは止まるっしょ。これが抜けていく。入るのか、ここ。これそうなんですよね。ああ、なるほどね。ドスコイパワーさんも、ここは奇跡が起こりましたね。はい、というわけで後半終了、ね、S30 は全力ドスコイパワーさんの勝利と。全力ドスコイパワーさんの勝利だというところで、チーム F さんまず1勝。あ、やっぱジャンピングトルネードになっちゃうね。どうしても引く気になっちゃうってことなんですかね。ほらね、なんか試合見てても全体的に最初低いじゃん、日野くんと。そう、日野くんのシュート値なんと35,800。おすごい。あ、35,600。絶対三上さんいじってるよねって思っちゃう。若林31,100ってことで、まあデバフパだとどうしても絆がね上がりきらないっていうところはあるので。そうね、絆盛りすぎるとねデバフが中途半端になっちゃうからね。はい、ここは抜いていく。抜けていく。まあまあ35,000まで上げればね抜けますよね、31,000の若林だったら。先制したのは小次郎さん。はい、ということで。なるほど。チーム F さんこれは。1-0、そして1-0で勝利ということで、2試合勝利で。前回、オルフェスさんは前回、連盟杯は、どっちのチームもベスト16。そうですね。へぇー。はい、非常に硬い試合だったなというような印象ですかね。なるほどね。ちょっと近づいて、もう一度、高浮。すごい、1ピョンで、全力。3万3000の得意、3万7000くらいかな、ステン的にはね。これは非常に強力ですね。まあ、銀クリ。3万7000くらいの渾身。で、レシャールは、3万7000の非渾身。クリで、振り勝ちしないと危ないような気もしますけど、どうなんでしょう。お互い全力つけて、銀クリ同士どうか。これは入ってもおかしくないんで。これで入っていく。なるほど。いやー、日野くんデバフ、まあねうん、デバフ食らわないの強いですね。ここ36分、ジェンティーレ対翼。さあ、スタミナギリギリの翼です。ここ抜ければ大チャンス。さあ、ここは読み勝っていきます。スノーボードドリブルか。スノーボードドリブルです。ヒルリフトではないです。今日なんかねノイズブロックすごいです、いつもより。画面をね大きくしていただきたいと思います。大きくするとブロックが大きくなっちゃう。戦う気初段ですね。さあ、ジャンピングライジュシュート、はい、キーパーは若林、捨て的にはほぼ食らってる感じなのかな。若林パッと見2万3万1000くらいは出てそうな感じ。31,800、そしてヘディング4万ですね。あ、金クリ。金クリ。止まりそう。金対銀。どうでしょう。これは飛ばされていく。強いね、初段でも強い。ここで同点。絆さん、同点追いついていきます。なんだから止めたいよね。はい。ここで同点ということで。というわけで、なんと同点だったんですよね。なるほど。いやー、でも絆さん、ね、いい試合でしたね、すごい。前半36分、美咲くんがいい位置でボールを奪っていきます。そして先行ライジュシュート。入ってもおかしくないですね。キーパーヘルナンデスですね。はい。トーマさんがいつヘルナンデスなんですねとか言うの待ってんだけど、ずっと。それは言わない。言わないな。それは言わないです。トーマさんがいつこれ、ここはヘルナンデスなんでですねとかってボケてこないのかなとか。なかなかそのボケやってこないですね。チーム名で心理戦仕掛けてますね。そうね、大事だよね。やっぱチーム名大事よね。これは止まっていく。ただ翼、これまたあのキャプツバさんの方の翼にこぼれていきます。ただ打てる人がいないですね。あ、ヘルナンデス君は汗かいてる状態。あ、ナットレーザー寄せていく感じかな。そうですね、ナットレーザー君がいいんじゃないかなと。OMF だ、3トップだったっけ。 OMF 起用してます。あ、 OMF ですね。全力中。さあ、これ地上で打てば全然貫いてもおかしくないですよ。
ナトレーザーカウンター、銀クリ。これは、3万1000ですね。3万1000対3万4000。あー、ナトレーザーの方が数値が高い。そうですね。ナトレーザーこれ相当有利。ただ、金クリ。金クリ。これは焼却するか差分。さあ、どうだ。さすがに貫いていく。さすがに OMF ナトレーザー全力全開中は無理か。ただここで後半終了と。で試合終了、勝ったのはファミコンさんというところか。はい、S30 勝利したのはファミコンさん、1-0で勝っていきました。これは、まあ、ここは読み合いですね、本当に。うん、これはまずいっすね。さあレシャール君、そのまま打たない。おお、そう、まあ、マーガス、ね、クラブキラーなんで、これはかなり確実ですね。マーガスで打っていく、はい、もうレシャール君の天敵ですからね、マーガスは。うん、3万6000対3万6000。もうそれでも数値は同じ。あ、これは厳しいね。ただ大得意乗ってるので、かなりきついかなと。うん、抜けていく。ここ入っていく。これでオルフェスさんが超両方合わせてと、ね、はい、同点、同点に追いつきます、オルフェスさん。そうですね、守り切ってで、なんとオルフェイスさん 1-0 で勝利という形です。フォローだったってことですね。はい、というわけで、トータルの結果としましては、ファミコンさんとオルフェイスさん、すごい猛攻だったんですけど、それを耐え続けて、はい、オルフェイスさんが同点という感じでした。タコの就業で引き抜くですね。さあ、高浮き一発で引いていきます。さあ、カリウサス対ヒノ君、3万4000対3万3600。これ別に、ね、困っても悪くないかなと思ったんですけどね。まあちょっと銀クリも乗ってるので、うんうん、気持ち厳しいかなといったような印象ですかね。はい、ここは飛んでいくっていうところですね。先制したのはオルフェスさん。そしてこれがそのまま決勝点となって、はい、試合終了と。すげー、決勝トーナメント進んだのはオルフェスさんとここですね。はい、というわけで結果見ていきましょう。結果的にはですね、オルフェスさん 1-0 という形で勝ち抜けということになりました。オルフェスさん、おめでとうございます。K 君出てきましたね。行きましょう。はい、K 君、鬼神 K 君でしたね。はい。さあ、デバフかかってます。18% プラス 3% ぐらい乗ってるんですかね。はい、デバフできましたね。梅ピさん、ワクワクするぞ。さあ、鬼神来ました。見ていきましょう。あ、見ていきましょう。あ、いいですね。あ、抜けないと思います。あ、抜ける。うまい。いいんじゃない？これは。いいマッチできましたね。これは素晴らしい流れですね。はい、これ日野くん直でいきますね。日野くん、あ、いけるかな。ジェンティーレ越すかな。どうだろう。この距離は超えてほしいけど、ゴールキーパーどうしよう、ベタ付けなので。あ、また弾くこの距離で弾いて、おー、ロベルトだ。ロベルトにこぼれていく。これはどうだ、高浮き積んでるのか。ヒューがフリーですよ。ヒューがフリー、三崎フリーですよ。さあ、ヒューが三崎どっちでいく。三崎、三崎じゃないですか。いや、あ、三崎かな。三崎ですね。三崎の方がいい。三崎の方がいいですね。はい、これは大チャンス。三崎ちょっと多い、そして高い。うん、この距離でも大丈夫でしょう。打っていこう。いけるかな。これ週7料理人の翔さんはロベルトがいるから
35% のデッキってことですか。そうですね、はい。おお、先制していくのはティモティー、騎士に先制点奪っていく。ここで2対0、これはすごい、これはすごい、はい、パスカーだけなのでここは読み勝てば、ここは読み勝ちでドリブルしてマイナスに戻っていくことでロベルトとナポレオンマッチングできますから、そこは冷静に行きたいところですね。おっと、ここ弾く。そして取ったのロベルト、マスか。そしてロベルト入っていきます。相手のロベルトが取っていく、このまま打つか。まずいですね、これ入るかもしれないですよ。三崎くん弾くか、なるほど。いや、今ちょっと金繰りだったんでね。ただ6243万、ここは銀繰りでしたか。まあこれはでも止めても入ってもっていうところですね。はい、まあちょっと止めておきたいところですよね。しっかりリンクリ、ここは入れられたくない。うん、抜けていく、同点になっていく。前半にして34分、まあ、ここで同点。同点か、早い、追いついてくるのが早いですよ、非常に。あー、まずいっすね。張さんは場所を変えたんですけど、変えたんですけど、それが逆に変えなかったので、そこはちょっと裏面出ました。これはやばいっすね。普通に打ったら入ります、これはまずい。うん、まあ、若林頼む、ここ止めてほしい。ちょっとどうでしょうね、今回ナポレオン君めちゃくちゃ決めてますからね、はい、あ、ただ翼の位置は変えてきてたということで、はい、612くらい、3万2000、見えない応援で624フル残ってますね、はい、624フル残ってます。止めてもおかしくないですかね、はい、ここに関しては止めてもおかしくない、ただ飛んでもおかしくない、飛んでもおかしくないし止めてもおかしくない状態ですね。止まってほしいですね、ここは。あの、うわー、飛ぶか、ここは飛んでいく。エイ君、追加点。追加点ですね。出せましたね。出しました。あー、抜けましたね。はい。で、これ、うまくピョンできるかがポイントだと思います。そのままいった。これは来た。このまま高い。これは来た。気持ちいい、気持ちいい、痛い、気持ち、ただ時間が早かったんだよな。これ、逆転される時間があるんで、そこ怖いっすね。そうなんですよ。攻めが早いんですよね。崩しはいいんですけど、時間が早いんですよ。3万5000、3万7000、はい。これは抜けるんじゃないか。ただ、お相手も全力つくか。多分全力つけれると思いますけど、入ってもおかしくない。うん、全然入ってもおかしくない。同じ銀行同士、ね。頼む、飛んでくれ。どう？どうか。ティモティー、ティモティー、ゴールデンコンビ同点。同点追いついていく、これはすげえ。ティモティー、そして闘志むき出しはケイ君。さあフライングドライブパス、し、そしてナポレオンはいけないので。あ、またあれですね。はい。いやいいキャラ。こう昇春光の使い方ってこういう感じなんだって思っちゃいますね。これドリドンで打つので。ただ時間的に止めれるかどうかが勝負ですね。ここ止めれば延長非常にでかいですね、はい、強いだ、進みますね、かなり5倍なんで進みますね。いやー、これピンクリはまずいな、さすがに、うん、ステが減ってるんで。そして全力が切れちゃったな。3万7000か、全力切れてますね。3万7000、560、これは厳しいっすね。若林頼むぞ、はい、いやー、これはちょっとさすがにきついかな。うわー、これ入っていく。ケイ君再び逆転。38分、ケイ君も時間使わないっすね。いやー、すごい入れ合いっすね。こんな3人とかないっすよね、今のところで。ここになってましたね。あー、試合終了。3対2、はい、というところで、これは3戦目か。有田アナさん対ヤブさん、いいよ、開いて、開いてます。さあ、お相手マーガス、そしてフェス即ヒューガですね。で、松山が OMF、 変わらないかな。ナトレーザー、そしてやっぱ南米っすよね、またゲルトカイザー。さあ、いるのか、カイザー。今日もカイザーがいる。
今日もこのゲートカイザーに対してどうなのか見ていきましょう。今日もカイザーがいます。そして先制なのはお相手、はい、見ていきましょう。オルフェスさんからのキックオフ。さあサンターナとマッチ。さあゲルトカイザー側にいるのが、井川隼人じゃなくて井川ガクトの方ですかね。そうですね。封印すれば抜けそうだけど、どうなんだろう。おお、いきなりショルダーチャージ。気合が半端ねえ。早速サンターナ君スタミナ使っていく。そしていきなりペナルティエリア、いきなりペナルティエリア入って打っていくぞ。これはすごいですね。これはすごいぞ。どうした、もういきなりスタミナ切れした。さあもうサンターナ使い切っていく。いやこの 2-4 の3万、まあさすがにこの距離は止まると思うんですけど、 2-4-3 万、ただもう Z これはやっぱ使わざるを得ないと思いますので、うん、Z 以外だと無理そうな捨て差ですね。ちょっとこれは、まあ、逆に Z でもワンチャン飛ばなくもないかなと思いますけど、はい、どうでしょう、うん、いやどうかな、ちょっと距離がやっぱあったんでどうでしょうね。ちょっと難しいと思いますけど、はい、あーこれは止めていく。はい、ここは止まっていきますね。ただ次ヒューガが止まんない気がしますけど、これで一回もう Z 使っちゃったんで渾身がフルでもう乗らないんですよね。封印したのはタックル、タックルはダブル持ちなんですけど、あ S タックルがついている。捨て的に飛んでっちゃうかなと思うんですけど、どうでしょう。これは止まっちゃいますね。読み負けると止まりそう。全力読み勝ちついてないからいけんじゃない。さあこれ勝負、ここ読み勝負ですね。お互い多分全力つけるタイミングだと思うんですけど、つけない。パス、パス読み勝った。どこだ出るのは、どこだ、どこだ、ヒューガですね。一発でいった。ジェンティーレ超えるか。超えた。お、全員超えていく。フリーでヒューガが抜ける。地上シュートが打てる。ついにトラップできますよ。トラップできますね。初段なんですよヒューガ。そしてダブさんの方もスタミナ高いので意思代かなと、うん、あこれはギンクリ。ただお相手も全力つくでしょう。ここにつきますね。はい、つきます。全然止まっても、3万5千、3万ですね。はい、いや全然止まっても、これは止まってもおかしくないぞ全然。あーどうかな、これはドキドキ虹出る。そうですよね、応援してる方からすると虹。さあここは勝負。1回目、銀対銀、どうだ。止まってもおかしくないし、止まってもおかしくない。ゼロ距離。止めていく。止まるか。PK だ。これはもうしょうがない。ここまでいったら PK だから。PK は PK だ。PK はしょうがない。もうお疲れ様としか言いようがない。PK か。ではちょっと。うわー、真ん中だった。決まりましたね。決まったのはオルフェイスさん、おめでとうございます。はい、猛虎タックルがあるんですよねヒューガ君。あージェンティーレがオフェンス技なかったんだね。そうなんですよ。なるほど、ここはちょっと痛かったっすね。これはちょっとミスですね。はい、はい、そしてこれ今エリア入ったのかな。多分入ってます。このまま、侵入して嵐。ああなるほどなるほど。3万4000対3万、初段の624なんで、これの魂のプレーを見せてやる。これでも、あーなるほどねということだって。まあ、ここで転生したのがオルフェイスさん。なるほど、スピリッツさんの方は同じ条件というかより近い方で、あこれで試合が終わったんだ。なるほど、これはユッキーさん悔しかったろうな。もうここか。そして赤井くん復帰しちゃうんですよね。なるほど、なるほど。これで今後半42分。あれは多分翼を普通に裏越すつもりはなかったんだけど超えちゃったっていう結果なんだろうな。そうですね、翼ラドゥンガでマッチできてれば、はい、時間終わるかなっていうところだったと思うんですけど、はい、なるほどね。ただここ冷静に見逃さないでちゃんと外に開いて、いやこれはてんちゃんさんはちゃんと繊細一遇のチャンスでしたね、これはね。そうですね、一発
初のチャンスをものにしたというところでしょうか。はい、ここは勝利へのネオタイガーショットだったので確定なんですよね、演出が。カットが変わった時に分かるっていうものなので。そうですよね。ボタンを押した瞬間に入るか入らないかなので。39,600、33,000、はい。これが決まっていく。ここで虎が飛んでいく。決めたのは48分、後半48分。あ、なるほど。いやー、一瞬の隙を、もう本当にあれですね、一個の隙を見逃さない戦いでしたね。はい、ナイスゲームでした。はい、で改めて見てもね、なるほどなというような試合でしたね。はい、ということで、はい、ということで、ベスト8、A ブロック1試合目、はい。トータル2対0でベスト4に進んだのはオルフェイスさん、おめでとうございます。あ、ヒューが行きましたね。このヒューが、ここはもう一回ヒューが狙ってきますね。そして打てます、コーリンナイトシュート。はい、ただ K 君反動シューブロック積んでるんですよ。なるほど。はい、どうでしょう、ね、ワードキラー読み勝ちでどうでしょうか。はい、これでも翔くん止めるんじゃないですか。ここは翔くんで止めに行きましたね。どうでしょうかね、翔くんそこまでブロック高かったでしたっけ。いや、そこまでそこに捨てがないんです、なかった記憶もありますけど。うん、これは飛んでいく。これはちょっとレシャール危ないぞ。キーパー最初は、はい、35,000、33,000。それレシャールも負けてるので、負けてるのでどうでしょうか。先制はどうでしょう。ここは飛ばされてくる。シュートサインさん。ちょっとこれは前回王座先制していく、そしてフェスヒューが見せていく。さあ、ここは抜いて、この後です。この後いける、ワンツーどうでしょう。抜けるんだ。あ、抜けました。これはゴッソさん大チャンス。まあ、打ってるか。打ってますね。はい、マッチしても、ステが、ベンティーレは全力が、あ、ケイ君全力切れてるので、天候雷獣打てば入る可能性が。そしてゴッソさんのデッキすごいですね。ほぼほぼデバフブロックできてますね、綺麗に。そうですね。非常にデバフブロック、はい、強いデッキになってます。いやー、デバフブロック、あとで、これね、デバフ体制しっかりされてますね。すごいのが、あの子がいない、あの子がいなくてもデバフしっかりブロックできるんだなと思って。どの子ですか。ラドゥンがいなくてもしっかりデバフブロックできるんだな。ああ、まあまあ、そのラドゥンがね、特定キャラだけですからね。はい、さあ、29,000、33,000、ステア611。これは、褒め、これはどうでしょう。入る可能性もありますし、弾く可能性も。ここは、これが抜けていく。入っていく。シュートサインさん2点目。さあ、そしてここで、金が鳴る。学校勝って言えよ。増えって言えよ。勝ったのはシュートサインさん。オルフェイスさん、残念ながら準決勝敗退という形になります。なので次回は3決定戦。いや、前回王者強い。